こんにちは、しシュです。今、ツイッター見てたら、見てトレンド10位。ニンテンドースイッチ後継機と思って押してみたんだよね。そしたら、ニンテンドースイッチ後継機2025年3月にも発売これね、リツイートとかすごいから、なんかいかにも本当みたいな感じあるかもしんないけど、こういうのってあれなんだよね。別に、ニンテンドーさんが公式で言ってるわけじゃなくて、まあ、革新的なあれがね、ないから、もしかしたらここの書いてる人はなんか革新的なのを掴んだのかもしんないけど、まあ、それはわかんないから、 まあ一応こういう情報があったなぐらいの頭の片隅とかに入れていくのが一番いいんじゃないかな。だから本当に来たら、あ、あれは本当だったな、だなみたいな。で別に来なかったら、まあそんな情報もなんか、なんかガセ情報みたいなあったなぐらいで、まあ、頭の片隅に置いといて期待はそこまでしすぎない方がいいのかなと思うけどね。もちろん来てほしいけどね。ちなみに、Wii から Wii U の発売日が確かね、 Wii の発売日が2006年なんだよね。Wii の発売日が2006年で Wii U の発売日が2012年。だから6年後に出たんですよ。で Wii U からスイッチまでが5年後に出たんですよね。だからスイッチま h 2024年。でスイッチの発売日が2017年なんですよね。だから、何年だ ?7 年経ったのかなスイッチ発売してから。だから、ま、次世代機は出て、もうおかしくないね。 その、今までのペースで言うとね。まあ、ただね、スイッチまだ今も売り上げてるし、まあね、まじ、あ、ペース的には出てもおかしくないけど、まあ、出なくてもおかしくないのかなっていう気もするんで、まあ忍大やってほしいなっていうのが私の今日のあれかな。<laughs> 前忍大のソフトメーカーラインナップだったよね。じゃなくて忍大本編いつあるのかがすげー気になるわ。いやでもすごいよね。なんか2025年発売じゃなくて2025年3月にもって、 ま、ガツまでね、当ててるからなんか、革新的なあれをつかんだのがとんでもないガセを喋ってるのかよくわかんないけど、どっからこの情報が出てきたんだろうね。